この細かい作業をしていただくことで白髪ぼかしがめちゃくちゃ綺麗に仕上がります。ビフォーと比べてみても全然違いますね。すごく綺麗に仕上げていただきました。はい、皆さんこんにちは。50代からの大人の美容についてお伝えしています。丹産美容家高橋ひろみです。今日の動画はですね、白髪ぼかしのレタッチ編ということでご紹介していきたいと思います。私が白髪ぼかしを始めたのは今からだいたい2年ぐらい前なんですけれども、その時はニュージーランドに住んでいました。ニュージーランドでやってもらったこの白髪ぼかしがめちゃくちゃ私には合っていて、とても嬉しかったので、そのことを動画に撮ったら結構皆さんからも共感をいただきまして、たくさん見ていただいております。私はだいたい30歳ぐらいから白髪がこう目立ち始めて、で40歳になる前ぐらいからは毎月のように白髪染めをやっていました。でその白髪染め、最初はねやってもらった後はすごい綺麗なんだけど、やっぱり少しずつねこういうところ目立ち始めてて、それが私にとってはすごくストレスだったので、この白髪ぼかしをやるようになってそのストレスが一切なくなりました。なのでめちゃめちゃ気に入っています。今日はですね、白髪ぼかしのレタッチ編ということで、美容院で撮影してきたものと、それと質問がいくつかあったので、そのことについてお答えしていこうと思います。なので、よかったら最後までぜひご覧ください。今回はですね、バレイヤージュじゃなくてハイライトを入れてもらいました。バレイヤージュのやり方は前回の動画でご紹介しているので、ぜひそちらの方も参考にしてみてください。まずはビフォーの状態をご覧ください。こちら、前回美容院に行ってから6週間経った後の状態です。黒い髪が伸びてきて、白髪がうっすら目立ってきています。ハイライトを入れる作業は非常に細かい作業になります。髪の毛を少しずつ取って少しずつハイライトを入れていきます。この細かい作業をすることで綺麗な白髪ぼかしができます。はい、そしてレタッチなのであくまでも乗ってきた黒いところだけにハイライトを入れてもらっています。はい、こちらがハイライトを入れ終わった状態になります。私の場合はこの顔周りのここと、あとトップですね、この部分だけハイライトを入れていて、後ろは何もしていません。これだけやるのに30分以上かかるという、もう非常に細かい作業なんですね。でもこの細かい作業をしていただくことで白髪ぼかしがめちゃくちゃ綺麗に仕上がります。ハイライトが終わった後は暗いブラウン系を塗っています。これをなぜするかというと、陰影をつけるためだそうです。はい、そしてこちらがハイライトが終わった状態の髪の色です。かなり金髪ですよね。でもここからトナーを入れて色を調節していきます。はい、そしてこちらが出来上がりの状態です。金髪も目立たないですし、そして白髪も目立たない綺麗な状態になりました。これが白髪ぼかしです。ビフォーと比べてみても全然違いますね。すごく綺麗に仕上げていただきました。そして全体の出来上がりはこんな感じです。はい、というわけでいつもお世話になっているのが広島にあるアンジュさんです。概要欄にアンジュさんのインスタグラムのアドレスを貼っておくので、よかったらぜひ見てみてください。すっごく参考になるカラーとかヘアスタイルが載っています。
そして最後にですね、皆様からいただいている質問についてお答えしていこうと思います。まず一つ目、トナは何色ですかということなんですけども、これはですね、グレーとピンクとバイオレットを調合して作ってくださっています。なので皆さんもぜひ美容師さんに相談して、こう色をね、自分のこう、まあ、顔だったりファッションだったり肌色だったり、まあ、そういったことに合うような色を調合してもらえるといいんじゃないかなと思います。私のカラーは、グレーとピンクとバイオレットを調合して作ってもらっています。そして質問2つ目、髪が傷みませんか？はい、これすごいよく聞かれるんですよね。確かにハイライトを入れたりカラーをしたりということで髪は傷むと思います。でもこれすごく髪質に依存すると思っていて、私の場合はかなり髪が丈夫です。なので結構ね、綺麗な状態を保てているんじゃないかなと思います。だけど髪が傷まないようなこと、例えばトリートメントするとか、しっかりこう髪のねコンディションを整えるようなことをしたりとか、それからドライヤーの熱から守る、まあ、そういうことも気をつけてやるようにはしています。皆さんも髪質が心配であれば一度美容師さんに相談してみるといいと思います。そして次の質問です。職業上カラーをするのは難しいということなんですけれども、確かにね、職業によってはそのカラーって難しい人もいるかなと思います。でも私のように明るくこうしすぎないようなものであれば、少しだけ気持ちトーンアップするぐらいであれば多分違和感はないかなと思うんですね。なのでそこもちょっと美容師さんに相談してみて、あまりこうね、こう色が抜けすぎてしまわないようなやり方が必ずあると思うので、ぜひ美容師さんに相談してみてください。はい、そして次の質問に行きたいと思います。ハイライトができない髪とかありますかっていうことなんですけども、私の言ってる美容師さんに確認したら、ヘナを入れてる人はすごくやりづらい、まあすごく難しいっていうことを言われていました。なのでヘナをしてる人でハイライト入れたいっていう人は、もしかしたらちょっと伸ばしてヘナの部分がこう下に降りてくるまで待つといいのかなと思うんですけれども、それもですね、やっぱり美容師さんに聞いてみるといいと思います。ヘナを入れてすぐとか、ヘナをいつも入れている人っていうのはやっぱりハイライトはしづらいというふうに聞いているので、これもね、美容師さんに聞いてみてください。綺麗な色を保つためにどんなことをしていますかという質問がありました。それはですね、まずどうしてもね、色が落ちてくるので、そうすると金髪っぽくなってくるんですね。で、今私の状態はまあまあいい状態です。まだ美容に行って間もないので綺麗な状態なんですけど、これ時間経つとどんどんこう色が落ちてこう金髪が強くなってきてしまうんですね。なので私の場合はこう金髪というか黄色くならないように紫シャンプーというのを使っています。紫シャンプーもですね、多分ね、アマゾンとかに結構いろいろ売られているので、いろいろ試してみるといいかと思います。紫シャンプーについてはいつかご紹介したいと思いつつ、なかなかご紹介できずにいます。なので今度ね、紫シャンプーのご紹介もしていきたいなと思いますので、それもぜひ楽しみにお待ちください。はい、というわけで今日の動画はいかがだったでしょうか。私がこの白髪の動画を上げ始めて、まあ、約2年が経つんですけれども、やっぱりいろんな方からいろんなコメントをいただいてて、皆さんそれぞれね、白髪について悩んでるんだなってことがよく分かりました。白髪についてはいろいろな解決方法があるかなと思うんですが、やはり自分のライフスタイルに合っている、自分の髪質に合っていることをやるのが一番いいと思うので、ハイライトがベストのソリューションだとは私は思っていないんです。なのでぜひね、皆さんも、私こんなことをやったら白髪がなんかストレスなくなったよとか、白髪気にならなくなったよっていうことがあったら、ぜひコメント欄にて教えてください。というわけで今日も見てくれてありがとうございます。この動画が良かったよっていう人はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。そしてこのチャンネルではアラフィフや50代からの大人の美容についてお伝えしています。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。
はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それではね、またねー。